言っておいた方がいいですよ。はいはい、なんか指さしてますけれども、はい、あちらにある佐賀県唐津市のブースにはなんとカラワンくんグッズが売ってあると、たくさん売ってあると、困るっちゃいけないんですけど、売ってあるということで、本日限定で購入してもらうと、なんとおお、なんかサラサラサインですか、それは。おカラワンくんの直筆サインがもらえるということですか、これは。おうんとうなずいております。じゃあカラワンくんグッズを買ったらサインがもらえるということですね。はい、じゃあ貴重な、今日はカラワンくんサインがもらえるということなので、ぜひこの後皆さん佐賀県唐津市のブースにお出向きくださいね。じゃあ私も後で買いに行きたいと思いますが、なんと悲しいかな、もうお時間終わりに近づいてまいりました悲しそうですね。でも今日は一日いてくれるんでしょ、頑張ってくれるんでしょ、ブースにいたりステージにいたりね、後でまた PR にやってきたりと、踊ってくれたりとやってくれるんですよね。はい、ということなので、ぜひまた皆さん一緒にカラワンくんと遊んでください。よろしくお願いいたします。じゃあカラワンくんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。はい、じゃあ忘れ物をしないようにね。はい、ありがとうございました。また会いましょう。握手、熱い握手を交わしましたありがとうございます。お越しください。お願いいたします。はい、それでは宮崎の PR でした。この後もですね、イー君、ムーちゃん、カー君、それぞれこの会場の中で、いますので、写真を撮ったり触れ合ったりしてください。それでは宮崎県でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ジョークの時にはもちろんダンスです、はい、この後もたっぷりジョークのダンスをお楽しみに。コンセプト変わってますね。そして皆さんから見て左側ですねのそばにもう常にいることになりまして、そうなんですね、そうなんですよ。ジョー君の PR をしていきたいと思いますので、セットで覚えていただきたいと思います。そしてこのジョーガール、まあ、ジョーガールなんですが、これからどんどん増やしていきたいと思います。もう目標はですね、ステージに立てなくなるぐらいが募集中です。ジョーガールぜひなってください。年齢制限もありません、性別も問いません。自由ですね。自由ですからね、はい、フリーダムです。大野城市、よろしくお願いいたします。